どうも世界100億人の数少ないからコアの皆さんおはようございます。僕は今トレッサという、家の近くのねショッピングモールに来てます。はい、ここはまあショッピングモールなんですけど、まあ、映画館はないです。はい、まあ喫茶店ね、タリーズかスタバに16時ぐらいまでいて編集などしていると思うので、よかったら100億人のカラクファンの皆さん会いに来てください。はい、それ以降はパチンコのねホールチェック、まあ15店舗は回りたいかなと思ってます。はい、そんな感じで過ごしていきます。夜は友達と温泉に行ってきます。はい、頑張ります。バイバイ。自分次第でどこにでも行ける宇宙を突き抜けてどこまでも僕どうもこれなんだろう今日のエンディングです。はい、ちょっと自撮り棒がないんでねかなりきついんですけど、そうですね、どなたですか？伏せておきます。名前伏せておきます。はい、伏せるそうです。高校のラグビー部の清澄さんです。めちゃめちゃ言っちゃってるから、ね、僕の高校の友達で、はい、日本一周したのも実は彼なんですよね。え、そうですね。え、そうでしょ。そうだね。はい。初めて一緒に海外に行ったのも彼ですよね。そうですね。韓国ね。そうね。覚えてますか？覚えてますね。うん。ワールドカップの日韓ワールドカップの時期でね。そうですね。はい。で今僕たちね、まあたまたまね、高校卒業して住んでるところ近いので、はい。彼は綱島に。それ全部いっちゃった。全部いっちゃいましたけど、個人情報もないじゃないですか。僕が不動産紹介しといてもろ全部いっちゃいましたけど、はい。綱島住んでて、僕は大倉山に住んでて、はい、綱島にめちゃくちゃいい温泉があるのに行けてないって言ったんでね、ちょっと連れ出しました。はい、そうですね。今後ろが熱いです。背中が後ろに火が、本物の火なんですね。これ絵とかじゃないんですね。座ってください。本物の日です。はい。今日はね、温泉どうでした？良かったですよ。良かったですね。良かったですよ。また来たいですか？また来たいですね。ロウリュとか今。そうそう。たまたまね、なんか受付でロウリュとかできたらいいねって話してて、なんかできねえだろみたいなこと言ってましたね。言ってましたね。言ってたけど、たまたま今日やってる日でできて気持ちよく、これから清澄さんの車に乗せてもらって帰りたいと思います。はい。はい。お疲れ様でした。はい。僕なんか今ね旅してるんで、なんかメッセージをしていただければと思いますんでお願いします。そうですね、やっぱり普通じゃ面白くない男なので、これからも面白いことを、期待しております。お、ありがとうございます。はい、清澄さんも一緒に合流でもいいですよ。だから、はい、いろいろある家族いるんで合流してきます。そうですか。今いろいろ一緒に行ってる人もね家族いるんですけど、はい。どう思います？どう思ってます？結婚して子供もいる人が来てるっていうのはチャレンジ、いや、いいと思いますね。それぞれの選択があるということで、そうですね。はい。ということで今日はこれ締めたいと思います。バイバイ。どうも。先ほどエンディングで今日の振り返りしますって言ってたんですけど、全然今日の状況を話してなかったので追加で載せます。はい。今日はね、編集主にしてて、で、パチンコ屋巡りを本当はね、15店舗ぐらいチェック行こうとしてたんですけど、まあ結果的には4店舗しか行けませんでした。4店舗行って、で、まあ計ね、神奈川入って15店舗行ったんですけど、今のところ全く打てるレベルの店は見つかっておりません。はい。まあね、はい。まだまだ数は行ってないので、はい。しょうがない。うん。どんどん、ここはダメだっていう選択肢がね、分かったので、成功に近づいてるかなと思います。はい。明日は多分ちょっとね、結構予定があるので、お店チェックはいけないと思いますけど、まあ、引き続き探していきたいと思います。って感じで、今日は本当に締めたいと思います。バイバイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。